Peggy 7. Mao, お前は今まで多くの人を苦しめた。村を滅ぼし、たくさんの人を殺した。我は魔王だ。我は我の好きに、やりたいようにやる。苦しめた？殺した？だからどうした？だからどうした？教えてやる。魔王、お前は罪を償うんだ。これはここではないどこか、今ではないいつかの物語。人間たちの国から少し離れた山の上に、王様ドラゴンが治める小さな魔物の国がありました。魔物ばかりが住んでいるはずのその国には、なぜか一人だけ人間の女の子が暮らしていました。女の子の名前はユウ。ユウはある理由から立派な勇者になることに憧れていて、毎日修行をしています。王様ドラゴンはユウの育ての親です。赤ん坊の頃に両親と死に別れたユウを引き取って育ててきました。王様ドラゴンの願いはユウを立派に育て上げること。だからユウが憧れる立派な勇者になれるように、一緒にユウの修行のお手伝いをしています。ユウ、今日は山のふもとまで一人で冒険をしてみようか。一人で？いいの？さてと、一人で冒険させるのは心配だ。こっそり見守ってあげなければ。お父さん、どう？ここまで一人で来られたんだよ。すごい？ああ、よくやったな、ユウ。すごいぞ。さあ、住処に帰ろうか。ユウ、背中に乗りなさい。はーい。ほら、優しく乗りなさい。えへへ、ごめんなさい。私、お父さんと空を飛ぶの好きなんだ。お父さんもユウを背中に乗せて飛ぶのが大好きだよ。ねえお父さん。なんだい？寝る前にパパのお話聞かせて。わかったわかった。どこからにしようか。最初から。よし、そうしようか。ユウのパパはね、とても立派な勇者だったんだよ。これはいつか君に倒される物語。悪い王様と立派な勇者。